この F と B マイ B の B フラットの連続がマジで指にくる。さあ、最近練習しているハーモニカプラスギターの練習しますか。いやいいっすね、やっぱギターは。いやー楽しい。もうギターあればね、カラオケできますからね、家で。ギターはいいっすよ。と言って、喋ってる間にハーモニカが強くできると思ったら、全くできません。あーちょっと一旦外そう。よいしょ、よいしょっと。これね、結構パワーいるから。よし、あとね、これ無理やりつけてからハーモニカめっちゃボロボロなる。よし、よいしょ。こっちかな、閉めるのか。あ、やばい、これだ。反対やったか。あれ反対でした。緊急事態発生、緊急事態発生。こうか。あぶねー、ここしかけるとこやった。よし、できた。あぶねえ。よいしょ、これをつけて。久しぶりやな、覚えてるかな。弾きながらやるのがマジでむずい。あとなんかちょっと下手だった。ではカッポつけて、これでいけるはず。
携帯になってんの。もっと加えていいな。
OK。 まあこれぐらいにしときましょう。てかハーモニカめっちゃ下手なってんねんけど。なんで？ああ、もっと練習します。まあでもね、新しく弦になってめちゃめちゃ弾きやすい、そして音もめちゃくちゃいい、より練習がはかどるかと思いますので、青いベンチもね、ハーモニカとギター一緒に弾けるようになって、歌も歌って、動画にしていけたらと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。さよなら。